出没アドビチック天国難所さあ、なんか急ぎ足なアドちゃんですが、なぜかというとここは山本角馬がドーッと走ってお城の中に入っていったところだからである。そうですよ、ここは今廊下橋ですね、会津鶴ヶ城に入る裏側になるのかな、八重の桜ではちゃんとこの石垣の上の部分にね、櫓が立っていましたね、はい、すごいですね、 CG の技術あるものは。そしてここ山本角馬など、藩士たちが殿が殿がと言いながらダッシュでかけていくよ、かけていったアドちゃん。今日は我々はこうやってみんなと一緒にとぼとぼ歩いております。今日は、2013年4月、17日水曜日です。なんと会津若松の桜の開花宣言、昨日だそうでありまして、ガーン、ちょっと我々が来るのが早かった、桜咲くのが遅かった。でも遅くはないのかな、一応例年ぐらいなのかな、なんですけど関東の桜が異様に早かったので、まあその勢いによって、東北の桜もガンガン来るんじゃないかと見越して、本当ならば、鶴ヶ城の桜祭りは4月20日21日というふうに今年はなっているそうでして、まあそれよりちょっと早くにしとくべってことで今日にしたら、まさかの三分咲きですかこれ、ですね、まあ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 それはそれで、鶴ヶ城1000本ぐらい桜があるんですか、鶴ヶ城内、わかんないですけど、いや俺も大体でしか今物事を言ってないんだけど。今ねこれ左側が 石垣なんで、もうあの桜もへったくりもないわけだけど、いやしかし大江さん、はい、今年はもう、はい、想像を絶する観光客でしたね。ありがとうございます。感謝します。はい、タイガードラマ館にまあ冷やかしぐらいでいいやと思ったら、とんでもねえすげえ人だった。おー、ここもいよいよ、天守来ましたけど鶴ヶ城、私が来た鶴ヶ城の中で会津祭り以外でこんなに人がいたことは確かにないよ。そうです、平日そうです、ね、イベント以外でこのお城ぼくんが出てる、お城ぼくんもいる、お城ぼくん、おじいさんがなんじゃろうかのみたいな感じで意味がわからんよね、お城ぼくんに対して。はい、おいつもの宣伝な藩士のおじさん説明が曖昧藩士のおじさんだ。あーでもこれ桜はダメだね、まあしょうがないよね、何せ昨日なんだよ。そうですか、とりあえず一周しましょうか。うん、そしてじゃあアシスタント AI さん、大河ドラマ館の見た感想でもいきますか、どうでしょう、うん、いいでしょう、どうでしょう、頑張ったんじゃないですか。おー、そうか、思ったよりは高評価ということでいいですか、はい、まあ、了解です。図書館だったところ頑張ったなみたいな、なるほどだそうです。図書館時代を知らない私にとってはそこに対しては、あ、バンドさんそこだけ咲いてます、あ、本当だなるほどなるほど、はいはい、あれ、はい、大江さん、ここ御三階復元のため整備中になったね。前これこんな風になってなかったよね。あー、なんか復元
原始体的なニュアンスのことは書いてあったんじゃなかったっけ。そうだっけ。でもこんな、もしかして本気でやるんだ、やりたい系ですね、になってきた、はい、ってことはこれ阿弥陀寺の御三階移しちゃうの、それともここに作り直しちゃう気なのかな。作り直しちゃうんですかね。おー、すごいね、鶴ヶ城は進化しているね。あそこの桜だけがっつり咲いている。ちなみにドラマ館の周りの桜もかなり咲いていたよ。そしておそらく、会津若松市的には目論み通りになりそうですが、4月20日21日の桜祭りの頃が、満開ピークになりそうだね。どうだろう、でも満開までもしかしたらいけないかもしれないけどね。本当？ちょっと明日からまた少し気温が下がるので、あーとか言ってますね。5分から7分でそうですか。私バンゾン、鶴ヶ城には随分と足を運んでおりますが、まだ、桜の季節が一度もなかったということで、今年はちょっと頑張って狙ったんですが、それでもなお外れてしまったと。なかなか桜は気まぐれさんだね。思った通りにはいかぬものですよ。ということで今年も宿題を残してしまった感じですね。また来年かみたいな。そうだね、これお城の中より外の方が咲いてる、ただ外まで尺が持つのかというね、しゃべくりが持つのかっていう状態ですけどもね。上とかがもうござだらけ、はい、おー、なるほどね。なる、宴会だらけになる。あ、やっぱなるんだ。また酒飲むんだろうな。いやー、うわーって言い方ねえけど。うわーですよね。会津の人は酒飲みだって言うけど本当なんだよね。はあ。なんだそれ。トーク天使。ね、今年は大河の八重の桜もちょっとまだ話の展開が会津に帰ってきてないので、まあそういう意味ではもう一頑張りなところですが、ゴールデンウィーク頃やっぱりみんな来るでしょうな。来てください。もう嫌というほどもうこんなにいっぱい来ているけれど、すごいな。よかったね。2年分を取り戻してください。そうだね。いや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 。こいつが咲いてればな。ああ、これね。全然咲いてないもんね。ちょっと北出丸の方まで行ってみますか。そしたら、少しは咲いてるのかしら。なんかね、外側咲いてたよ。あ、そうなんだ。まあ、あれだね。お城の中とか、随分我々はもう、しっかり見てますんでね。あ、今日は開けてんだこっち。え、あ、本当だ。開いてる時と開いてない時はあるんだ。冬場だけは閉ざす。冬そういえば閉ざされてたもんね。あ、でもやっぱこのアングルの鶴ヶ城はいいな。お坊さん写真を撮っといてくださいね。私はこれは撮れませんからね。いやいやいや、もうちょいだな。今日はそうですね、4月17日で、何ですか、今日だけいきなり23度だとか25度だとかって、そこまで気温が上がって、まあ一気に気温が上がったからこそ、なんかみんなびっくりして咲き出したみたいなところはあるんだろうけど、あ、本当だ、門の向こうすごい、なぜ
やっぱ守られたこの要塞の中はちょっと空気が違うみたいな。そうかよ全然桜の咲き方が違うわ。ほら天守の外側の方がいい感じですね。はあ、はあははあ。もう人がすげえ。とにかく人すごいよ。はあ。ああいう方は会津の方だよね。知らないですいやいや素敵リポートをしてしないしないそういうそういうタイプじゃないけど、うん、あこの辺はいい、ね、このお城はどんなに頑張ってもどんなに頑張っても埼玉にはこの絵は撮れないんでね。物でもいいからなんか作っちゃえよねって思うんだけど、ダメか。せっかくだから桜をしっかり撮ってみる。せっかくだから桜と、ああなんかぽくなるじゃない、うん、ぽくなるじゃない。いや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 、しかしすごい。なんだろうね、そうだね。うん、しかしそういえば大江さんあれですね、はい、先ほど大河ドラマ館で、はい、アンテナショップで、はい、面白スイーツを思わず買っちゃいましたけど、名前もう忘れちゃった。籠城ショコラ。うんあのネーミングはすごい。すごい。籠城ショコラにはびっくりしましたよ、うん、会津女子短大、会津短大、うん、の女の子たちが発明したという籠城するときにはもってこいのショコラということで、後々食べてみると思いますが、うわー、少なくともこんなにいっぱい喫茶に人がいるのは俺は見たことはないよ。そうです、ね、絶対にないよ。そうですよね。うん、会津祭りの時でも絶対にないよ。すげえな。思い知った桂川城の、うーん、いや恐ろしくねえけど恐ろしいわけではないけど、うーん、いやいや、城の威力だよ。いやー、頑張ってるね。NHK 様様になっちゃいましたね、はい、そう言わざるを得ないね。いや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 、はあ、あーそっか、はい、ここまでですね。じゃあまあ城っていうよりも人って感じの、はい、絵面になりましたけど、じゃあ最後は鶴ヶ城に、外人さんの、外人さんの修学旅行なの、修学旅行わかんないけど、外人さんがいますよ。外人まあインターナショナルな、鶴ヶ城をバックに、さあ桜、皆さん見に来てください。見に来てグランショ、グランショ、チャオ。